ーストへの道はそれほど甘くないぞ。必要なのは強さだけじゃないんだ。んなこと分かってる。でも俺はファーストになりたいんだよ。いいかザックス、ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。分かった、ならば応援してやる。精神を高め、肉体と一致させて。はっ。どうだった、いい線いってただろ。それは意識を集中してるだけだ。お前の力が解放されたわけじゃない。まあね、確かにあの感じとは違うわ。力を解放できる精神状態を知ることだ。それができなきゃファーストは無理だな。マジかよ。ちゃんと鍛えたんだろうな。レベルアップしたし楽勝だぜ。では成果を見せてもらおう。さあ、先月のお前のデータだ。よっしゃ、覚悟しろ先月の俺。ありゃー、まるで成長してないか。訓練中止。うわ、一度セフィロスにでも預けてみるか。さすがにその剣使わないとまずいんじゃないの。この剣は重くて使いにくいんだ。ち、じゃあ軽いの持ってこいよな。何を慌てているんだ。マテリア探してたら任務の出発に遅れちまって。なるほどな。だが剣はどうした、任務に行くんだろ。ふい、相変わらず子犬だな。ザックス、行くぞ。よし、英雄になってやるぜ。俺ザックス、あんたの名前は。おっと、ちょっと待ってくれ。ああそうか、今忙しいからちょっと遅れるわ。あの後ろ。お、ゲッゾーン。忙しいのは終わったか。おいゾーン、お前あの村を空爆して平気なのか。俺全然納得いかねえ。我が社の不祥事の痕跡は全て消される。それを支えるのも我々タークスの仕事だ。またそれかよ。しかし派手にやってくれたね。奴らの動きは我々タークスが掴む。ザックス、その後は頼んだぞ。ああ、任せろ。応援を呼ばれると厄介だ。俺が敵を引きつける。確実に倒してくれ。任せとけって。タクスか、かかれ。ドリソ、ソルジャーだ。みんな来てくれ。うわ、何をしている。応援を呼ばれてしまったぞ。悪い、飛びすぎた。悪い、待たせた。帰ろう。彼らか。ああ、久しぶりだね。セバスチャン、エッサイ。ザックス、すまない。アバランチへの対応でソルジャーに犠牲者を出してしまって。気にすんな、こいつらは最後に正気に戻った。それにここに来ればいつでも会える。こっちは元気でやってる。だから心配しないで休んでてくれ。じゃあまたな。お、シスネ、今夜飯でもどうだ。残念、たった今任務が入ったところよ。そうか。俺が上に掛け合ってみようか。やめた方がいいわ。タークスの主任は怖いわよ。
しくじったわ。トウ！おっと、こりゃやべえ。とりゃお疲れ様でしたった。終わりだ。ダークスの連携もなかなかでしょ。ホランダーのやつ、どこ逃げたんだ。見失ったようね。シスネ。ああ、なかなか厳しい。せめてタークスが一緒ならね。一緒は無駄ね。手分けして探しましょう。ザックス。シスネ。こんなところで何してるんで。さあな、突然コスタで休暇取れってさ。で、そっちは。偶然ね。私も主任に休暇をもらったのよ。せっかくだからコスタでバカンスしようと思って。この休暇、統括の指令じゃないんだよ。せっかくの休暇よ。仕事なんて忘れて羽を伸ばしましょう。じゃあまたね。羽とか翼とかもういいよ。偶然か。待てシスネ、ソンはどこでもあのスーツなのかい？ひょっとして水着姿見たかった？いや、暑くないのかなって。何をしている、急ぐぞ。暑くないのか。ザックス。シスネか。俺はこれからミッドガルに戻るけど。そう、私たちはこの騒ぎの後始末よ。ザックス、休暇のことなんだけど、私、本当は。気にすんなって。昔のことはもう忘れた。二人ともご苦労だったね。アンジールがいないようだが。行方不明だ。詳しくは後で話す。事態は大きくなる。覚悟しておけ。よし、ここは俺に任せて、セフィロスは先に行ってくれ。何か言ったか。先を急ぐぞ。敵は一撃で仕留めること。さあやってみろ。一撃でだぞ。手本はなしかよ。くそ、やればいいんだろ。よし、一撃で倒したぜ。相手が弱すぎたな。さ、次だ。セフィロス、ファーストって待遇も特別なのか？どうして俺に聞くんだ？いや、あんたって他のソルジャーと違うとこ多いし。ファーストのことはラザードにでも聞いてみろ。なんだ、機嫌悪かったのか？お前そんなことも知らないでファーストやってんの？まず専用の装備が持てて、支給品以外の使用が認められてて、それから命令の拒否権もあるとかないとかって。人の話聞けよ。これは魔鋼の泉、自然の脅威というやつだな。こんなに綺麗なのに。このまま魔鋼エネルギーを吸い上げ続けたら、この泉も消えてしまうのね。魔鋼エネルギーが凝縮されるとマテリアができる。天然のマテリアを見るなんて滅多にない機会だ。そういえば、どうしてマテリアを使うと魔法を使うことができるんだ？そんなことも知らずにソルジャーをやってるのか。マテリアの中にはいわゆる古代史の知識が封じ込められている。大地と星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結びつけ魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だ。昔この星を災害が襲った。お前たちの祖先は逃げ回り、隠れたおかげで生き延びた。星の危機はセトラの犠牲で回避された。その後でのうのうと数を増やしたのがお前たちだ。セトラはこうしてレポートの中に残るだけの種族になってしまった。それがあんたとどういう関係があるんだ？わからないのか。2000年前の地層から発見されたジェノバと名付けられた古代種、そしてジェノバプロジェクト、
ジェノバプロジェクトとは古代種、つまりセトラの能力を持った人間を作り出すことだ。作り出されたのは俺だ。俺も手伝うよ。うんうん、いいの。だってお花たち、私に世話してもらいたがってるから。マジかよ。ここがスラムか。どうかした？ずいぶんごちゃごちゃしてんのな。こういうところ苦手？残念ながら全然平気。やった、ザックスならそう言うと思った。それ喜んでいいのか？ねえザックス。ん？前にしてた羽置き、この砂場でもできる？もちろん。じゃ、成功したらデート1回な。うん、でも失敗したら私のお願い一つ聞いてね。お願い、もう一回チャンスを。仕方ないな。じゃあもう一回だけね。よっと。どんなもんだい。そんなに変化？だっていきなり変わってるんだもん。前の髪の方がいいかな。うんうん、そんなことない、似合ってる。そうだろう、そうだろう。でもやっぱりまだ見慣れない。早く見慣れてくれよ。よう、ブルーノ。お、久しぶりだね、兄ちゃん。おじいちゃん、元気になった？うん。兄ちゃんの財布は役に立たなかったけどね。大したガキだ。なあ、エアリス。これからは会った時に必ず約束をしないか？約束？次に会う？いや、俺たちがする約束は会う時の約束。エアリスはピンク色の服を着てくるとかさ。何それ。楽勝楽勝。うわっ、ザックス伏せて。優しい顔してなかなかやるね。助かったよ、サンキューな。役に立ったならよかった。この空見せてやりてえな。ザックス、そろそろ出発だよ。どうかしたの？ああ、男の悩みだ。よし、行こう。クラウド、ここにいたのか。大丈夫か？ザックスさん、こいつ知ってるんですか？田舎者同士の友達なんだ。で、飯は食えそうか？え、飯っすか？ごちそうさまです。やったー！参ったな。よし、わかった。お前らにも好きなもん食わしてやる。その代わりクラウドのこと頼むぞ。はっ、ありがとうございます。ザックス、ありがとう。俺も一緒に行こうかな。眠れないのか？うん、ちょっと昔を思い出してた。昔か。話し相手になってやろうか？ありがとう、ザックス。でも明日は早いからもう寝るよ。悪いな、クラウド。またちょっと休憩タイムだ。見ての通り病人連れだ。さっさと始めるぞ。ここなら襲われても対応できるな。クラウド、しばらく眠ってていいぞ。俺が見張ってるから心配するなって。